空軍集兵とは、アメリカ合衆国における軍事組織の一つ。陸軍集兵とともに集兵を構成しており、アメリカ空軍の予備部隊となっている。コロンビア特別空空軍集兵を除いて、残りの集兵組織すべては、平時においては、各州知事の指揮下にあり、有事に再始連邦軍に編入される。保有機材は、戦闘機、爆撃機、輸送機、 空中給油機など多彩である。1947年にアメリカ空軍が分離、独立されると同時に設立された。前身は陸軍周平航空隊であり、1915年まで遡ることができる。朝鮮戦争においては、部隊単位で連邦軍に編入され66個飛行中隊が動員された。ベルリン危機でも招集されたが、 ベトナム戦争においては大規模な動員は行われなかった。一方、1970年代に空軍において航空宇宙防衛軍団が廃止、解体されると多数の溶撃機が空軍周兵に移管され、アメリカ合衆国本土防衛の一翼を担うようになった。特に1980年代においては F-15 戦闘機の配備も行われ、いわゆる予備空軍,軍としては、 空前のものとなった。1991年の湾岸戦争以降は空軍周辺のさらなる部隊活用が図られることとなった。対テロ戦争においてはアメリカ合衆国本土の警戒飛行も担当している。1990年代からは新 A の F-15CD の配備も行われ、老朽化した A、B 型は随時退役し、2009年には最後に 残っていたオレゴン空軍周辺の機体が退役している。B-2 スピリットステルス戦略爆撃機や2010年においては F-22 の配備も行われ、もはや予備空軍というよりも正規の空軍の一部門として部隊活用されている。人員についてはフルタイムで勤務している者も,もいるが、普段は民間航空で勤務しているパートタイム人員も含まれている。 ありがとうございます。